はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、榊龍也です。さあ本日なんですが、最強デッキを作ってきました。私バルーンプラスっていう、皆さんスキルご存知ですか？この最強スキル、最強スキルですよ。新しい優也くんのスキルなんですけどね、バルーンプラス、一ターンに一度発動できる自分のフィールド上のワンダーバルーン1枚を選び、バルーンカウンターを一つ置くってことでね。ふざけすぎだろ、このスキルふざけすぎだろ。ワンダーバルーンね、もう覚えてない方もいらっしゃるかもしれないので一応説明するんですけど、どういうことを思ってるかっていうと、一旦に一度手札を任意の枚数墓地に送ると、墓地を送った数だけカウンターを置けますよと。バルーンカウンターなる意味不明なカウンターを、でこの意味不明なカウンターの数かける300ポイント相手の攻撃力がダウンするんで、要はめちゃくちゃ手札を捨てることができれば相手の打点どんどん下がっていくんですね。で基本的に、ただ魔法カードを回収するギミックが入ってないと、まあこれ要は魔法カードというか、魔法カードじゃなくてもいいけど、その墓地のカードを回収して手札を抱えるっていうギミックがないとさ、なんだ、ワンダーバルーンのコストを稼ぐことはできないじゃないですか。毎ターン2ドローとかできるんだったらいいけど、 EX なんか、ドローみたいな、動きわからない アイテムとかを使ってドローを2枚にするみたいなね、ああいうなんか変なアイテム使われればいいけどさ、対人戦無理だから。なんで対人戦はこれどういう風にこのワンダーバルーンにカウンターを置いていこうかって考えたんですよ私。で最強カードがありましたね。はい、ウィッチクラフトのメス書きデッキ、これね、メス書きなんですけど、これ魔法カードが、メス書きたちの魔法カードってこれ墓地から戻ってくるんですよ。ウィッチクラフトコラボレーションとか、サボタージュとか、あとデモンストレーションとか、こういうカードたちって墓地から戻ってくるじゃないですか、ウィッチクラフトモンスターがいれば。でしかもマスターベールがすごい制圧能力が高いので、相手のモンスターの効果を毎ターン無効にできるっていうね、まあ、そういう効果もあって結構制圧能力が高いんですよ。なんでモンスター効果でを無効にしながらワンダーバルーンのコストを稼げるっていう天才的な、デッキ、これがねワンダーバルーンでみんなに笑顔デッキです。はい。なお笑顔になるのは俺だけっていう、でちなみにギミックなんですけど、普通にワンダーバルーン以外のところのギミックはウィッチクラフトって言って、まあね、サイクロンが一番きついんですよね。ちなみにワンダーバルーンをサイクロンされるっていうのが一番きついんですよ。まあ、一番きついっていうか、まあ、そもそもマスターベルが強いから別にそんなにきつくはないみたいな話もあるけど、そのギミックが崩壊するんで、まあ、一応サイクロンメタとしては、まあ、神の摂理とかを入れてるんですけど、まあ、ここ神の摂理じゃなくてもいいですね。正直手札コストないこと意外とあるんで、ここなんかサイクロンメタルンだったら、なんかそのマジックガードナーとか意味わからん、例えばこの神の摂理じゃなくてマジックガードナーっていう皆さんカードご存知ですか？こんなカード知らねえよみたいな人いるかもしれないですけど ね、 魔法カードにカウンターを置けまして、これ選択したカードにカウンターを置いて、選択したカードが効果で破壊される場合、代わりにそのカードのカウンターを一つ除くっていう意味わからんカードがあるんですよ。これでこうしといて、これで魔法カードですし、相性もいいですし、ウィッチクラフトとこれでなんかワンダーバルーン守るっていうね、これでもいいです。まあ、コズミックサイクロンがねある程度いるんで、今ペンデルも流行ってるのもあって、なんで、神のセットにしてますけど、正直こういう、まあ、デッキ構築でもいいんじゃないかなと思ってます。はい、エクシーズモンスターもまあ適当にこんな感じで入れといて、あとはねひたすらにねワンダーバルーンのカウンターをね、手札をぶん投げることによって捨てていって、カウンターをどんどん乗せていくだけですよ。簡単なお仕事やっていきましょう。実質これはね、外役デッキです。ブルーで言うと、ブルーで言うと外役デッキのブルー。デュエルスタンバイ。榊龍也による一方的な殺戮賞をね、お願いしましょう。ですね、ボルカリコードを発動しましょう。魔法カードないんで、デモンストレーション、なるほど、デモンストレーション落ちた。これは、シュミット召喚で、エンドフェイズ行くしかない。で、デモンストレーション効果、デモンストレーション効果でデモンストレーション回収していく。パトローナスは除外されている自分の魔法カードを回収する方法。ちなみになんですけど、ガチめにウィッチクラフト回すの5億年ぶりなので、プレミーしたら本当にごめんなさい。これだけコントロール系のデッキなんで苦手なんですよね、回すの。コントロール系のデッキ、相手のその動きを、まあ、基本的にコントロールしていくデッキなんで、僕は自分のやりたいことを押し付けるデッキしか組んでないんで、いつも。なんで相手の、8000やばい、
相手のねなんか動きをね牽制するの結構苦手なんですけど、まあ頑張りましょう。進出してくるかな、あしてくるか、出てこい、進出してくる、ドラッコンバーベリオン、あオッケー、それはいいや。正眼で殴られるのが一番きつかったけど、モンスター効果発動、普通にオッケー、それは全然問題ない。ドラッコンバーベリオン効果、はい、でチューナー除外してカード1枚破壊してくるという効果にチェンシー、1枚とシュビッタの効果、さアップアップガラスの効果によって、魔法カードを1枚捨てて、できたらウィッチクラフト、ウィッチクラフト、あーでも3000出てくるのか、結局3000出てくるのね。ジャピットですね、ジャピットね、これちょっと1回ブルーアイズになって、マスターベールで耐久できないっていうパターンのことを考えて、あれですわ、ぶん殴られる想定でいきましょう。魔法カードないことバレました、これで魔法カードもないっていうことがバレました、相手に、うん、はい、OK、で3000パンチマンを打って全然大丈夫、いやカバーできるのもジェニーもいるし、あー OK、 デモンズステル、デモンストレーション来た、とりあえず挨拶でボール打とう、ボルカニコーラと、でいっぱい落ちてほしい、あーいいね、いいね、悪くない、非常に。でピットレちゃんの効果で、とりあえずシュミッタの効果さっか、シュミッタの効果でマスターピース落としといて、でマスピー、マスピー落としといて、マスピー落としといて、マスピー落とす、はい、でピットレ効果ワンドロー、ピットレ効果ワンドローで、ワンドローでワンして、でジェニー効果で、ジェニーで、デモンストレーション除外して、でデモンストレーション効果でサボ、ウィッチクラフトメスガキ、ウィッチクラフトメスガキ特集モンスターを特集で、ワンダーバルーン発動、ワンダーバルーンでみんなに笑顔を、はい、でスキル発動バルーンプラスは、うざいだろうざいだろ、サトロガス別にようだ、でターン終了で、サボタージュ効果、サボタージュ効果と、デモンスタクロバレーション効果と、デモンストレーション効果で、またひたすらに魔法カードを回収していくと、おっしゃー、でそして墓地にはマスターベル、マスターベルじゃない、マスターピースが落ちているぜ、俺のターン、さあどうする。ちなみに一番やばいのは二体融合マンですね、あ二体融合マン、そうでもないな、二体融合マン効果のこうすればいいから、そんなに関係ない、4500パンチマンが融合、あはい、あはい、2体ですか3体ですか、3体融合でも大丈夫ですよ、はい、あー全く問題ない、まるで問題はない、全く問題はない、なんでかってメスガキの効果はな、そういうモンスターを処すためにあるんだよ、マスターベールの効果を発動、マスターベールのこれ先にこっちあれか、回収してからの方がいい、アドロナス効果、パトローナスを除外し、魔法カードを回収していくことにより、それにその効果にチェーンし、マスターベールの効果発動、マスターベールの効果でマスデモンストレーションを捨てて無効にしていきながらのだ、魔法カード回収し、はい、ダメ系マスターベールメスガキの効果発動、シムロック5800、はいバイウィーさあどうする、もう何もできないんじゃないですか、あ向こう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 さあ次のターンはまたワンダーうっ神ゲー、ちょっと欲を言えばね、もう少しワンダーバルーンにカウンターを乗せたい人生だったっていうのはあります。でもねこれが俺の目指していたデュエルなんだ。さあお相手の方エドフェ、エドフェ5000パンチマン結構やばいんだけど、まあ効果も残してもいいみたいな、ブルーディーが一番やべえか、エドフェは、エドフェはねちょっとモンスターを伏せる、カードを伏せる、ターンエンド、俺の伏せるカードあったっけ、ヒーローに、ドロー、なるほど、とりあえずボルカニックウォール挨拶で発動するしかない、永続魔法
ボルカニックウォール挨拶で発動してく。でパラッと落ちて、うわマスターベルめっちゃいった、マスターベルめっちゃいった。どないしよう、どないしよう、マスターベールめっちゃいったのきつ、やばセット。でもこれ俺ワンダーバルーンでロックするしかないんじゃないのワンダーバルーンでロックするしかないんじゃないの。これ、ワンダーバルーン発動、ワンダーバルーンで、手がめっちゃ捨てよ、全部捨てるしかない。こうしてで、ワンダーバルーンにプラスカウンターを置く最強スキル発動、バルーンプラスワンダーバルーンで、みんなを笑顔に。ワンキルされたら本当にごめんなさいなんだけど、ゴリゴリクソ手札なんだけど、はい、あ、いや、ドラグリティ、来い、モンスターを攻撃表示でしょう。ディックス、え、なんでエドフェニックスなんだ、わからん、まあいいや。これ死にますかね、これ死にます、真相持ってます、真相、うん、バジュランドはいいわ、バジュランド最悪いいわ、打点差あってのものやな。ワンダーバルーンのカウンター3つ置かれてるんで、全部のモンスターが900下がるんですよね、打点が900下がるんですけど、これまあ真相あったらやばい、普通に生きろ生きろ生きろ、坂木龍也、お前このところで終わってはいけない、いいか、ワンダーバルーンのカウンターを無限に置く最強戦術をみんなに見せるんだろ、龍也頑張れ、ゆる龍也、クーゼいいだろう。さあクーゼとバジュランドで新規の召喚、ドラゴニティナイト、アスカロンで、アスカロンのあちらに、ドラゴニティもね、新しい新規モンスター、新規のモンスターいるんで、あれ早め欲しいですね、モンスター効果止めるっていう、なんかすごい強いね、新規のモンスターいるんですよ。今までドラゴニティマジで先行やることあんまなかったじゃないですか、あれね、新しい新規のモンスターがいることによってね、出してモンスター効果を止めるっていう先行するやつみたいなことができるんで、意外と強いんですよね。エフェクト、オッケー、モンスターエフェクトで、ファランクス特殊、もう死にます俺、死なない、よしよし600耐えた、耐えた、生きろ生きろ、体美しい、ドッドキ、このままじゃ完了よ。パトローナス、パトローナス効果発動、まずはマスターベールをデッキに戻して、で魔法カードを持ってくる、まあ、持ってくる魔法カードなんでもいいけどね、もう使えないから、なんでかっていうと全部カードが永続と永続トラップと永続魔法で埋まっちゃってるんで、サボタージュデモンか、うん、じゃあこれか、コラボレーション、コラボレーション持ってきて、ちょ本当にモンスターお願いします、マジでモンスター、マジでモンスター、真面目に、ちょ本当に頼む、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、スキル発動バルーンプラス使ってどうせキル飛んねえけど、あれかマスターベール落ちるかもしんねえのか、マスターベール落ちるかもしんないのやばいな、ベール落ちるかもしんないのやばいんですけど、効果使いますか、効果使ってで、コラボレーション送ってで、まあ何でもいいや、とりあえずこっちでいいか、すごい普通に出しとこう、普通に出しとこうで、パトローナス効果回収、いやシュミッタ、シュミッタ先か、シュミッタ先か、シュミッタでマスターピース落とすの先か、シュミッタ効果でマスピ落としとく、マスピ落としておいてだな、はい、マスターピース落としといてで、パトローナス効果使っていく、パトローナス効果でぼっちにあるマスターベールを回収してで、魔法カード加える手札にデモンストレーション、サポタージュでいいか、まあ、これ何でもいいですけどね、でだな、これでワンバルで捨てることもしよう、無限ワンダーバルーン供給期間、無限ワンダーバルーンカウンター供給期間、何しろ
ボール使っても落ちちゃうもんな。でターン終了して、ターン終了した時の効果で全てが返ってくる。さあサボタージュ帰ってこい。おい次で、コラボレーションも帰ってくれ。おい次なんだろうね、あれ使ってこないけど全然。清掃とかですかね、清掃とかあるかもしれないです普通に。あの相手のステカードね、ずっと光ってんだよね。ただ自分のデッキの回し方がなんか怪しすぎて、あの相手のステカードを何なのかを読んでる時間がないっていう話はある。さあどうする、お前のモンスターの子無効化させてもらうぜ、永続的にな。アスカロンやろう。さあアスカロンの効果、モンスターをゲームから除外することによってマスターベールを無効にしようとしてくるか、あ除外しようとしてくるか。熱ガキの効果を発動、マジックカードを捨てれ、相手のフィールド上の表側表示のモンスターの効果を全て無効にする。さあアスカロンの効果は無効。もう一体出してきて除外されるパターンがあるんで、一応マスターピース落としといたんで、まあなんとかなるでしょう。ただマスターピースがあるし、しかもなんかあのワンダーバルーンっていうね最強のマジックカードで相手の盾下がってるんで上から殴られるってことはあんまないと思います。多分ないっす。さあどうする、ターン終了。おいいのか、そのターン終了してて、これはマスター、時間ない、やばいやばいやばい、時間がない、時間な、やばいウィッチクラフトタイムアウトするのがちょっとねやばいんですよね。とりあえずスキル発動しますか。まずスキル発動、バルーンプラスの効果発動、これによってカウンターが1個かかってまたお前の盾が下がるぜ。そしてワンダーバルーンの効果発動するぜ全部捨てるぜ、おらやばすぎるやばい、ちょっと余計なことしてると、これタイムアウトするぞ。サボタージュで回収される、はい、でさらに、コラボレーション回収、はいはい、でさらに何だっけ、デモンストレーションも回収、やばい、ちょっとパトロナスをしてる時間がね、タイムアウトが怖すぎる。終わらせるもんか。まだまだ OK、 お前のターンだ。あとはですね、ひたすらに無効効果を繰り返して2体目のアスカロン出てきたら、あの墓地のマスターピースの効果を使うっていう、まあ、そういう感じですね。おっと守備表示、ついに守備表示だ、屈したか、ついに屈したか。このメスガキの前になすすべがないって か2体目のアスカロン全然出てこない。2体目のアスカロンのためのマスターピース墓地落としちゃったの、全然出てこない。何してんだこいつ、やばいわこいつ、なんでサレンダーしないの、カウンターやばいよ今やばいって、ワンダーバルーンカウンター20はやばい、さすがに今300×20 だから相手のモンスター攻撃力6000ダウンしますからね大体どんなモンスターでもこれ攻撃力ゼロなんだろこれ。はい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 、いいですよ、全然問題ありませんけど。さあ一体全体彼はやばいカード入ってんじゃん、嘘でしょ、攻撃力ゼロやば、そういうこと、それを待ってたのね、なるほどなるほど、やばい、ドラグニティヒーロードラグニティブルーディーとかいうなんか意味わかんねえデッキ立ってるわ。さすが月末ランクマン違うぜ、月末ランクマンの環境おもろすぎる。でもねこれワンダーバレルをしょらないとあの打点がゼロのままなんでサイクロン入ってないですか、そのブルーディー入れるんだったらマジでサイクロン入れた方がいいですよ、サイクロンなかったらマジで終わりますけど、あなた6000ダウンしてますから、これモンスターパクって装備したところで相手の攻撃力ゼロじゃないの普通に。あでもアドクセカード一応あるのか、あれ清掃読みしてるんですけど、清掃読みしてるところワンダーバルーンでやばい、時間ないんですよね、ちょっとあのワンダーバルーンであのカードを捨てるエフェクトめちゃくちゃあの時間使うんで、はいはい、清掃かやっぱり、なるほど、これ打点いくつになるの、打点いくつになる、一応これ変身しとくか、一応変身しといて、変身する効果はねブルーディー関係ないですから、
で、さっき戻しといたマスターウェール過去メスガキ、過去メスガキを特集、はい、横2800です、はい。かわいそうにな、メスガキの草やっと諦めてくれたわ。ターンかかりすぎだろこれ、このデッキ。デュエル時間22分ってやばいだろ、それ迷惑じゃない。さあお相手の方、期待に応えるのがイシュタール選手、よろしくお願いします。23倍俺のターン。ですね、ワンダーバルーン。ワンダーバルーンか、今ワンダーバルーン使っちゃっていいかな。ワンダーバルーン今使っちゃうのちょっときついな。今ワンダーバルーン使っちゃうとだってこれあれだもんな、墓地の送れないもんね、カード。まあ、ピットレ召喚でこれエンドするしかないよね、普通に。ワンダーバルーン使ったらマジで死ぬから、魔法かだなって。まあ帰ってくる魔法だったらいいんですけどね、ワンダーバルーンのコストが。なんか1クラフト系の魔法カードとかあったらいいんですけどね。ワンダーバルーン2枚はさすがにちょっとやばい。はい、相手の敵は何でしょうか。石津さん、ライトニングボルテックス、やめてやめてやめて。ネクロバレー捨てる、マジネクロバレー捨てる、マジネクロバレー結構きつかったんだけど、2枚目あるのね、なるほど。やばいね、やばいね、ネクロバレーはマジでやばいね、ネクロバレーは本当にやばい。ちょ、魔法カードのコストがなくなるのやばい、ちょ帰ってこなくなるのやばい。ロバでも手段に来ないのこれしかないか。で、ですね、これ帰ってこないのマジでやばいんですけど、お見せしましょう、これシンプルにやばいっす。バブルマン、モンスターを特殊召喚、バブルバブル、はえ、これ何、どういうこと、お見せしましょう、どういうデッキ。黄色で黄色母色エフレートハート、モンスター効果を発動します。あ、死ぬねえ。お前そのワンキルオー雑すぎるだろ。ネクロバレー貼ってライトニングボルテックスしてブレードハートって、お前雑すぎるだろ。犯罪行為やめろ。